こんにちは、コンティニューです。それでは日本シリーズ第2戦をやっていきましょう。ダイヤさんとマルちゃんの調子がいいですね。さあ、投手陣がのぞみちゃんの調子が悪いですけど、全体的にみんな調子が悪いですね。まあ仕方ない、このオーダーでいきましょう。明治神宮野球場です。高校チーム対横浜 DeNA ベイスターズ、日本シリーズ第2戦の模様をお送りいたします。高校チームの先発は右の東條、対するベイスターズの先発は右の伊能、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは梶谷、第4球を。立ち上がりでいつも投げました。打った、セカンドゴロの正面、一塁送球、アウト。これでワンアウト。立ち上がりをしっかり守っていきたいですね。バッターは2番荒波、投げました、打ちました、ショート右横のフライになりました。危ない危ない、落下点に入った。セカンドキャンパスの横、取りました。ショートストップ、桑原、背番号。第6球を投げました、見逃しの三振。素晴らしい。今日は上々の立ち上がりです。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。おお、丸ちゃん、丸投げました。おお、っとこれはいい当たりだ。たヒット。さあ、長打コース、丸ツーベース。高校チーム先制のチャンスを迎えます。バッターは2番リコ。さあ、リコちゃん、ネクストバッターサークルに控えているのは松浦。打ちました。おっと、打ち上げてしまった。もう一伸び足りないか。取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁、変わりません。さあ、カナンちゃん、次は5球目、打ちました。三遊間の当たり、抜けた。ボールは中継、松浦、いいバッティングを見せました。チャンスを広げて、高校チームなおもチャンスが続いています。誕生日だった、まりちゃん。次は5球目、ストライク、見逃し三振。そう、ランナー2人を置いて迎えましたが、黒沢、緊迫した場面が続きます。うわぁ、空振り三振。悔しいな。三塁にランナーを置きましたが、先制点には至りません。そしてマリちゃんが2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは筒香。筒香選手 S 投げました。縦の間、えぐ。バッターは頼れる助っ人ロペス。投げた、外側一歩。いいね、素晴らしい。バッターは指名打者宮崎。投球はこれから3球目。オッケー、正面、松浦、うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。東條、三者凡退、無得点に抑えています。2回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは黒沢、第5球、投げた、打った、痛烈な。おお、ナイスバッティング。クリーンヒットです。おっと、走れ走れ走れ、一塁蹴って二塁へ、ランナー二塁です。エラーですね、珍しいエラーが出ました。高校チーム先制のチャンスを迎えます。さあ、ここでようちゃん、第5球、投げた、あーっとキャッチャー取れない。緊張してるんでしょうか。エラーが続きますね。ベイスターズ、ここで前進守備。おー、よしよしよし、オッケー。フルカウントから選びました。ここでよしこちゃん、ここは決めてもらいたい。第4球を投げた、アウトコースだ。うわー、マジか、変化球に釣られた。右バッターボックスはキューバ高見。さあ、ちかちゃん、最悪でも犠牲フライが欲しいところ。集中ですね。さあ、この対決に集中します。お願いします。投げた、空振り三振。うわー、今日マジか、連続三振。打順は1番、やばいぞ。今日早くも2回目のバッターボックス。さあ、まるちゃん、ここはセンター返し。第4球を投げました。うわー、マジか、三者連続三振になりました。2回連続チャンスをランナーを進めましたが、先制点を挙げられませんでした。ものにできませんでしたね。3回の表、これからベイスターズの攻撃に入る。悔しいな。浜の切り札、音坂、投げました、アウトロー、空振り三振。バッターは8番内村、第5球。おっと、投げました、打ちました、
黒沢ボールを掴んだ一塁送球危ない危ない内村いい当たりでしたがセカンド正面これで2アウトランナーありません打ったセカンド強襲ルビーちゃん惜しい戸柱ナイスバッティングですさあ2アウトから先制のランナーが出ましたさあまだ一塁ですからね投球は3球目投げました打ちました打球はファーストミット松浦そのままベースに入って3アウトさあお互いに3回の表が終わってランナーは出しますがなかなかこの回は2番からの点が入りますねトップバッターはリコ第1打席はライトフライに倒れています見逃し三振そう三者連続三振か右バッターボックスは松浦カナンちゃん第6球を投げました149うわーマジか空振り三振5連続三振になりましたやばいなバッターは DH の大原第4球を投げたスプリット空振り三振6連続三振やばいですね全然ダメだ最後は空振り三振に打ち取られましたゲームは中盤4回に入りますこれは先頭バッターは荒波第1打席は内野フライに倒れていますまずいぞ投げた打ちましたいい当たりうわっとちかちゃんこれでワンアウトランナーはありませんバッターはよみがえった男桑原やばい投げた打った危なかった対馬バットしていった取りましたしゃこれで2アウトランナーありません筒香選手バッターは4番筒香投げた低めボール球うわ抜けたボールは中継打球の速さいいバッティングを見せましたさあ、めちゃめちゃ打球速かったですねバッターは頼れるさあロペス選手は怖い第4球を投げた打ちましたうわーっと長打コースになったボールが点々とこれは1点入るんじゃないかな危なかったロペスツーベースヒットを放ちました高校チーム先制のピンチを迎えますさあ宮崎選手は抑えたい宮崎最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れていきましたよっしゃファースト左横のフライになりました取りましたこれで3アウトさあお互いにチャンスは作るんですけどねなかなか点が入らない状況です東条2アウト2塁3塁のピンチでしたがここはお互いに3本4回の裏コンボチームが攻撃に入りますバッタースイッチヒッター黒沢流し打ちどうだうわっと取られた1塁送球アウトです一塁がアウト惜しいこれでワンアウトランナーはありません第3球を投げましたあっと引っ掛けたフラフラッと上がったショート落下点掴みましたこれで2アウトランナーありませんよじゃんランナーは7番渡辺いいよ第1打席はフォアボールうわレフトへのこれはどうだヒット落ちた渡辺1塁回って2塁へさあ2塁まで行って渡辺いいバッティングを見せましたてくれましたようちゃん先制のチャンスを迎えます綺麗に捉えましたね一瞬入ったかなと思ったんですけどランナー一人置いて迎えたさあよしこちゃん今日の第一打席はスイングアウトさあうわーここで来るかここで勝負に出ますたまるの早いな投げました149キロ直球空振り三振得点圏にランナーを送りましたが悔しいな5回の表これからベイスターズの攻撃に入りますバッターは浜野5回までお互いに0点が第1打席はスイングアウトコースうわめっちゃいい球まずは先頭バッターを三振に切って取りました投げました変化球空振り三振いいよ2者連続三振第4球はうわっと危ないぞ打った痛烈な当たりレフト前ヒットあ手前落ちた戸柱ナイスバッティングですさあ目つぶってるやん打順はトップに帰って梶谷今日はセカンドゴロとファーストゴロよっしゃ危なかったセカンドの頭上をフラフラっと上がっている黒沢余裕があります取ってアウトスリーアウトチェンジ今日はなかなか打てませんねお互いに5回の表が終わって0対0高校チームこの回の攻撃はまあ中盤ですからね5回先頭バッターは9番高見今日の第1打ったおおこれは取りました。これでワンアウト。伸びすぎた。ランナーはありません。バッターはトップに帰って丸。第5球。いいよ丸ちゃん。投げました。見逃しの三振。バッターは2番リコ。今日はライトフライト三振。投げました。打ちました。やっと打ち上げてしまった。掴んでこれで3アウトになります。高校チーム結局三者凡退。いやお互いに三者凡退が続きますね。トップバッターは荒波。今日はショートフライト。
レフトライナー、あっと引っ掛けた、よし、黒沢落下点に入った、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。さあ監督、ここでビッグベースボール、まずいですね。投げた、打った、筒香選手を前にビッグベースボールを使われるのは怖い。左バッターボックスは4番筒香、ジャストミート、うわ危なかった、松浦そのままベースを踏んで3アウト。高校チーム後半戦幸先の良いスタート。6回まで0点が、この回はクリーンアップからのフォームになります。先頭バッターは3番松浦、ボール、フォアボール、井上、さあここで兄ちゃんがどうしよう、警察を持ってるんですよね。第4球を投げた、打ちました、うわ掴みました、これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。ダイヤさん投げた、打ちました、おお、ダイヤさん、これはクリーンヒット、一塁ランナー、これは回るんじゃない、センターからセカンドへ、黒沢ちょっと手前か、今日初めてのヒットになりました。ランナー、さあチャンスでルビーちゃん、高校チーム最低でも外野フライが欲しい局面、頼むルビーちゃん。さあここで監督は勝負に出ました。第3球おわっところがいった、レフト下がった、素晴らしい、ガルビーちゃん、人一倍練習してますからね、普段から。ダイヤさん足速いな。バッターは7番渡辺、第5球、さあ陽ちゃんも続きたい、変化球、おお、フォアボール、フォアボール、バッターは8番津島、さあ陽ちゃん、次は5球目、空振り三振、最後は145キロストレート、チカちゃんここは使っておこう、この対戦に挑みます、せっかくですからね、いいよ。第4球はそう強烈な当たり、伸びるか、ダイレクト、あーフェンス直撃、ボールは中継、高校チームさらに1点追加、さあ3点入れました、素晴らしいバッティング。チカちゃんは本当クライマックスシリーズで活躍してくれるんですよ。ここまで2打席連続三振、第6球を投げた、見逃し三振、3打席連続三振で6回の裏が終わりまして3対0高校チームここで先制です。いやールビーちゃんが決めてくれました。試合は終盤7回に入ります。バッター頼れる助っ人ロペス、打ちました、これはセカンド正面、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。さあ、4段の体力も、指名打者宮崎、まだ半分ありますね。やばいぞ、投げました、うわっと、これは危ない、やられた、レフト見上げた、ランナーがいなくてよかった、レフトスタンドへ吸い込まれていった、変化球を、いやランナーいたら登場、打ち砕かれました、同点まで行ってましたね、チームメイトが迎えます、下手したら逆転ですよ。バッター浜野キレイ、下園選手に交代、第5球投げました、打った、鈍いゴロ、よし津島取った、一塁送球、アウト、これで2アウト、いいよ、ランナーありません。バッターは8番内村、今日はセカンドゴロと三振、打ちました、あっと引っ掛けた、さあ打ち上げた、取ってこれで3アウトチェンジ、7回の表が終わって3対1、まあまあね、東條とうとう打たれてしまいました。おお、よしこちゃんに励まされました。7回の裏、高校チームラッキーセブンの攻撃、先頭バッターはさあ井上投手も疲れてきてますね、投げました、打ちました、セカンド前方のフライになりました、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番松浦、今日4度目のバッターボックス、投げました、じゃあもうレベルが1になってますね。内村ボールを取る、一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH を5分、今日はここまで3打数ノーヒット、2三振、打ちました、引っ掛けた、フラフラッと上がった、伊野尾余裕があります、取りました、これで3アウト、高校チーム結局この回で2点差、ピンチヒッターは倉本、相手もかなり攻撃的な采配をしてきますね。インコースのボール、おっと危ない、正面ボールを掴んでアウト、ワンアウト、いいよ、第3球を投げました、
打った、よし、ライト方向へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番荒波。さあここは抑えたい。打ちました、ピッチャー返し、うわー抜かれた、やばいぞ、クリーンアップに回ってきた。バッターは蘇った男桑原。さあここで勝負に出ました。ここで使ってくるか、まずいな。低めボール球打った、おーっと投げ勝った。ランナー一塁に残塁です。珍しい。さあここは守備を変えてくるようです。さあピッチャーなかなか変わりませんね、だいぶ疲れてるみたいな。打った、引っ張った。さあダイヤさん、これは長打コースか。黒沢ナイスバッティングです。当たりが強すぎましたね。伊野尾降板、右の平田に変わりまして、平田投手ということは中日ですかね。これが4度目のバッターボックス。違う、平田選手は外野手だ。打ちました、ショート右横のフライになりました。取りました、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投球はこれから6球目。空振り三振。右バッターボックスは8番津島。今日はここまで3打数ノーヒット。流し打ち。ライト前クリーンヒット。ボールは中継。津島いいバッティングを見せました。初安打。津島ちゃんもう何も使えない、エンドラン。さあ次の投球、ランナー走った、打った、ヒットエンドラン抜けた。黒沢三塁回った、素晴らしいエンドラン成功。東京チーム1点入りました、4対1。綺麗に決まりましたね。ショートがセカンドに行ってる間を抜けました。イタリアさんがエンドランのままそのままホームインと。打順はトップに帰って、まここまで3打席連続三振。そして丸ちゃん、これは切れたか。ランナー一斉にスタート。結局外れてフォアボールか。どうしよう。おお、リコちゃん。レフトに飛んだ。レフトバックヒット。さあ、ソーセージ。ヒットかな。高校チーム、この回3点目。いやー、リコちゃんがやってくれた。バッターは3番、松井。高校チーム、一気に蹴りをつけたいところ。第5球、投げた。変化球。うわー、空振り三振。8回の裏が終わりまして6対1、高校チームリードを5点としています。おちゃんがやってくれましたね。さあいよいよ9回に入ります。この回のトップバッターは、あ、これさえ抑えれば、今日はここまで3打数1安打本当も疲れが見えてきましたね。投げた、低めのボール引っ掛けた、当たり損ない。松浦そのままベースに入って、伊藤選手はだいぶまだ眠ってますね。眠らせておきましょう。高校チームピッチャーを変えてきました。さあ凛ちゃんで第3球を終わらせたい。投げました、打ちました、打球は三遊間へ、一塁へ送る、いいよ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者宮崎。高校チームここは何としても抑え、これは引っ掛けた、正面星空掴んだ、オッケー、ゲームセット。高校チーム日本シリーズ第2戦を見事制しました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。ああ、ちゃんと飲んだんですね。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました。ああ、まあ C か。ほかほか。さあというわけで2勝しまして、次勝てば大手ですね。それではまた次回第3戦で、すいません第4戦ですね、お会いしました、あ3戦だ、第3戦でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。コンティニューでした。